テオドール・ギュダンは、フランスの海洋画家である。1830年にもう一人の海洋画家、ルイ・フィリップ・クレパンと共に、フランス海軍の公式画家となり、フランス海軍の海戦や軍艦を描いた。パリに生まれたが、父親については知られておらず、母親によって、兄のジャンルイ・ギュダンと共に育てられた。海軍士官学校に入学するが、退校し、アメリカに渡り、 1819年にアメリカ海軍に入隊し、高速小船のマンチェスターパーケットの上院になった。1822年にパリに戻り、オラースベルネの下で絵を学んでいた兄に影響されて、画家のなる決心をして、歴史画家アンヌ・ルイ・ジロデについて学び、その年のサロンにデビューした。翌年、兄とセーヌ川での水難事故に巻き込まれ、ギュンは生還したが、兄は水死した。 1824年の展覧会にも出展し、後に国王となるルイ・フィリップから絵の依頼を受け、1928年には国王シャルル10世からギリシャ独立戦争でのフランス海軍の英雄、ビッソンの英雄的行動の場面を描いた絵画の注文を受けた。1830年のフランスのアルジェリア侵攻に、際して友人の海軍士官、 アベル・オーベール・デュープティ・トゥアールの指揮する軍艦に同乗し、アルジェリアに渡り、多くのスケッチを制作した。1830年に、国王ルイ・フィリップによって、フランス海軍の公式画家に認じられた。フランス海軍の歴史に関する会話を多く描いた。1841年にレジオンド・ドヌール勲章を熟勲し、1844年に、イギリスの将軍、ジェームズ・ヘイの娘と結婚した。 1848年のフランス革命の間は、フランスとイギリスを行き来し、政治的には中立を守った。1857年にレジオンドヌール勲章を受訓した。1841年にレジオンドヌール勲章を受訓し、1844年にイギリスの将軍、ジェームズ兵の娘と結婚した。1848年のフランス革命の間は、 フランスとイギリスを行き来し、政治的には中立を守った。1857年にレジオンドヌール勲章を受勲した。1864年に創設されたフランス水難救助協会の設立に尽力し、副会長を務めた。1870年にフランス第二帝政が倒れるとイギリスに亡命し、1879年までイギリスに滞在した。 1879年にフランスに戻り1880年にブローニューイコールビアンクールで死去した。ありがとうございます。